笠原沼の掘り上げ殿笠原沼は埼玉県南埼玉郡宮代町に所在していた沼である。火災沼とも称される。かつて現在の東武動物公園周辺に所在していた自然沼であった。この沼へ、河原の犬沼に橋を発する冷たがや堀が流入しており、笠原沼の流出部周辺に石が設けられ、下流域の農業用水のため居として利用されていた。 このため不要な、悪水を流化させたい、上流域の村々と、用水として利用したい、下流域の村々とで、居酒屋が絶えなかった。江戸中期になると、伊沢渡る総兵衛ため長が中心となり、笠原沼を掘り上げ、田形式にて、神殿開発した。そして、新田開発をした際に、下流域の村々の用水として整備されたのが笠原、沼用水である。 このように開発された掘り上げ殿も昭和後期になってくると次第に工作されなくなり姿を消してきた。こうした中、現在かつての笠原沼東部付近に新しい村として掘り上げ田を再現しており、主に小学生を対象とした農業体験の場を提供している。笠原沼内は掘り上げ殿を開発した際、沼の中央部からの排水のために開作された。 水路である。また、今日の姫宮落とし川は、それまで西方より、笠原沼へ流入していた冷たが破りを、かつての流出河川であった姫宮落とし川へ、沼の北側を経由し、直接流化するように付け替えた流路となっている。これは沼への過剰な水の流入を防ぐために、工夫めぐりぼりとしたものである。ありがとうございます。